闇を切り裂き、いざ咲き誇らん天下百兼、ザン今日もいっぱい楽しんじゃうんだよ不思議な魔法って本当にあると思う眠れないならまた何かお話ししてあげるんだよふぅ、アジ、まだ寝ないのはまってくれないとつまらないんだよ。 たまには休みも必要なんだよ。アラビアの衣装は華やかでいいよね。主、一緒にアラビアの説話集を読もうよ。もし魔法が使えたら、主は何をお願いするのかな。いつくさんもアラビアっぽい格好をしてたんだよ。今度二人で、主にいたずらしちゃおっかな。 私がシヘラザードだとしたら、主は私の王様だよね。我が王よ。そなたの置き先はここにいるぞ。<laughs> 冗談なんだよ。カンナギリさんの作った冒険道具、可愛かったんだよ。私にも作ってくれないかな。楽しいこと、いっぱい増やしていきたいんだよ。 主主じ、ある一緒に新しいいたずら考えてほしいんだよ。あ、主どうしたの腕や足の装飾、細かくて可愛いんだよ。もっと近づいてくれてもいいんだよ。主実はこの格好気に入ってるんでしょう。あは、あたしも触っちゃうんだよ。 父がそばにいてくれると安心するんだよ。また後にして。何か用事かなこの格好の時に触られると恥ずかしいんだよ。ああもう、アルジがいたずらしたくなっちゃったのあんまり触ると衣装が乱れちゃうんだよ。これがアルジのいたずらアルジなら、 いいよ。今はそういう気分じゃないな。今のうちにみんながあっと驚くいたずらを仕掛けてくるんだよ。次は主にどんな話を披露しようかな。乱れ見つかれ、ね、参上だよ。いろんなところを旅してきたけど、今度の場所には長くいられるといいな。この格好で踊りも覚えたら、主は喜んでくれる 主に話したい楽しい話がいっぱいあるんだよ